だ、あいつが今回の標的だ。わかりました。じゃあパパッと倒しちゃいましょう。依頼は達成だ。この調子で行けば俺の船も。船？もしかしてお金を貯めてるのって。ああ、言ってなかったか？船を買い直すためだぜ。俺の船はギゼラっていう冒険者に一刀両断されちまったからな。一刀両断？壊されたとは聞いてましたけど、そんな。あれ？でも冒険者さんの名前が分かってるなら、その人にお金を払ってもらえばいいんじゃ。いや、そういうわけにはいかねえよ。何せ？あれだけ見事な剣技を見せられて金をせびるなんてできるわけねえだろ。はあ。つうわけで俺は新しい船を買うために金を稼いでるってわけだ。さて、そろそろ帰るとすっか。依頼を報告して金をもらわねえとな。船を壊した人からお金をもらわないなんて、変なところで真面目というか、なんというか。まあ、ニコさんらしいよね。うん。